仕事場を49箇所変えたシリーズの第13回目は、デビュー前の漫画家のアシスタントです。こちらが一覧表なんですけれども、今回はここですね。そして、この仕事に就いたきっかけですけれども、毎回のことながら、こちらの月刊飯田に求人募集が載っていたからです。 まずは友達にその記事を見せたら申し込みまして、そして採用されたんですよね。その後、まあ人が一人足りなかったっていうことで私が誘われて、まあ入ったわけです。そして面接に行くわけなんですけれども、漫画家の方だけじゃなくって、スポンサーになっていただけた、まあ社長さんみたいな方も確かその場にいたと思います。次は仕事の内容ですけれども、トーン貼り、ベタ塗り、 あと、消し込む掛けっていうのがあります。こちらのトーン張りっていうのが何かと言いますと、スクリーントーンっていうものがありまして、これを切って貼る作業です。漫画は基本白黒なんですけれども、灰色っぽい色って表現できてますよね。これっていうのは、点々の密度によって、まあ、視覚効果が変わってくるんですよね。この画像のように、左の方に行くと薄い灰色。 そして右の方に行くとだんだん黒くなってますよね。このスクリーントーンなんですけれども、本当に色々な柄がありますので、それを選んで服の柄にしたりとか、あと背景に貼り付けたりします。このスクリーントーンなんですけれども、今は結構大きいサイズでも400円弱で売ってるんですが、私が高校の時っていうのは小さいサイズでも800円でしたね。 ちなみにこのトーンを背景に使うとかなり楽なので、まあ多用するんですけれども、手抜きって言われてしまいます。なお、こちらが高校の時に買ったトーンナイフでして、今はもう使ってないんですけれども、物を切る時のカッターナイフの代わりに使っています。このナイフを使って、原稿の上にトーンを置いてカットしていって、そして貼る作業なんです。 なお、削るという技もあるんですけれども、私はできませんでした。というわけで、私はトーン張りがまあ遅くて、削ることもできませんので、ベタ塗りの方に回されました。このベタ塗りですけれども、こちらの白熊を使って説明します。赤いバツが書いてあるんですけれども、ここを黒く塗ってくださいという指示です。 というわけで、この部分を本来 G ペンというのを使って塗りつぶしていくわけなんですけれども、まあ初心者なので普通のペンで塗ってました。黒い線からはみ出してはいけませんので、まず真ん中の部分というのをまあ適当に早めに塗りまして、あと細かいところをまあ塗りつぶしていくわけです。このようにただ塗るだけなら簡単なんです。次もこの可愛くない白まで説明するんですけれども、 これも黒でそのまま塗ってしまうと腕の部分がちょっと中に入っちゃったような感じになってしまいますよね。さらにこれが何かを持っていた場合っていうのはさらに複雑になってきます。そして×の部分をベタ塗りしてくださいってことなんですけれども黒クマに対して黒い魚を持たしてしまってるっていう指示だと結構難しいんです。 まあこれは極端な例で言ってるので本来だったらこの魚の色は灰色っぽくするはずです。では×の部分を何にも考えずにただベタ塗りしていくとどうなるか見てみましょう。この時点ではまだ魚が白いので浮き出ていてはっきり見えるんですけれどもこれを黒く塗ってしまうとこうなってしまいます。このように熊の胴体と魚の輪郭が重なってしまって なんだかわからなくなってしまいます。ですので、境目のところっていうのは少し線を引いておきまして、そこを避けるように塗っていくんですけれども、まあこうなる感じですかね。正直これでいいのかっていうのが未だに不明なんですよね。なぜかって言ったら、よくわからないうちにまあ仕事をやめてしまったんで。というわけで、トーン張りもダメ。ベタ塗りもダメっていうことで、 まあ最終的に誰でもできる消し込むがけっていうのがあるんですけれども、まあこれをやりながら、まあベタ塗りの練習をしてました。消し込むがけの前なんですけれども、漫画家の方っていうのは、まず下書きを鉛筆で書きます。そこに G ペンでこのようにペン入れをするんですけれども、まあ私はペン入れ苦手なので、これ自体がすごく曲がってますよね。 このはみ出た鉛筆の部分を消していくわけです。ですが、この作業っていうのはそんなに頻繁にあるわけじゃないんです。下書きっていうのは漫画家の方が全部書いてたんですけれども、ペン入れをした後っていうのは乾くまでに結構時間がかかるんですよね。なぜかっていうと乾かないうちに消し込むで消してしまうと、まあ、擦れてしまいますから。 ですので、私は消し込むがけがない時っていうのは、コピーした紙で、ベタ塗りを何度も練習していました。次はこれですけれども、一覧表で見ます。最初は時給700円だったんですけれども、まあ先ほどの説明のように、私がトーン張りとかベタ塗りが全くできませんので、1枚いくらっていうように途中から変更になりました。そして、労働時間は、 10時から17時でして、お昼休みはちゃんと1時間ありました。そして漫画家っていうと、なんとなく時間にルーズな仕事場っていうイメージがありますけれども、ここは本当にちゃんときっちりやってましたね。そして弁当も出てすごくいい場所だったんですけれども、やっぱり自分が何もできないっていうのが、ま、心苦しくなりまして、だいたい4ヶ月ぐらいでやめました。 なお、この業界っていうのは、もう本当に実力主義ですので、資格とかそういうの全く意味がないですね。そして、辞めた理由っていうのはさっきもちょっと言いましたけれども、ただで弁当を食わしてもらって、そして、まあ、たまに作業をして、ちょっとお金をもらうっていうのはなんとなく心苦しくなっちゃったんですよね。最後は、雑談です。 まず、漫画家の方ですけれども、これから応募するデビュー前の方でした。記憶が曖昧なんですけれども、この方っていうのはもともと地元で有名な伝統工芸の水引きの工場で働いてたわけです。その時に社長さんがこの方をデビューさせようっていうことで、まあ、スポンサーになってくれたわけです。ちなみにこの方っていうのは当時19歳で、 まあ今だから言えるけど結構可愛いんですよね。そして女性だから少女漫画のような画風かっていうとそういう固定概念は捨てた方がいいですね。この方に勧められたのはこちらの覚悟の勧めという漫画なんですけれどもこの漫画をすごく好きらしくて画風もこれにちょっと似てましたね。 そして、絵柄がグロいっていうところもあるんですけれども、内容そのものが結構やばい感じでして、今これを連載してしまうと、まあ、国から苦情が入るんじゃないかっていうような内容を含んでいます。というわけで、漫画家の方はこういう画風で描いてたんですけれども、私は分野がちょっと違うんですよね。私が描く絵っていうのは、まあ、こんな感じなんです。 本来はこういうデッサン人形を使いまして、体の動きや構造を理解し、筋肉や服装、そしてシワ等を描いていくわけです。ですが、私は立体的なものを捉える能力がなくって、動きやバランスの良い絵っていうのは無理なんですよね。 どんな絵の下手な人でも長年描いてるとだんだん上手くなってくると言われていましてそしてその典型例として進撃の巨人という漫画があるんですけれどもデビュー当時と今って全然絵が違うんですよねですが私はもう面倒だからやめちゃいましただからこんな絵しか描けないんですそしてこの漫画家の方のアシスタントとして中学校高校の時の私の同級生が 入ったわけです。もともとは専門学校がそっち関係だったせいで東京にいたんですけれども、その時にプロの漫画家のところでアシスタントをすでにしてたんですよね。ですので、まあ即戦力ですね。あとは休日の時だけ来る、まあ、女子高生が一人いまして、そして昼間はここで働いて、夜は飲み屋で働いているっていう21歳の結構綺麗な方がいました。 まあ作業中っていうのはアニメの CD などを流しながら雑談をしているわけなんですけれどもこの21歳の人っていうのはまあ飲み屋に働いてたっていうのもあるのかもしれませんけれども結構エロい話するんですよねまあ今考えるとこの状況自体が漫画とかアニメのような感じでしたね仕事が終わってからまあ社長さんの家がすぐ近くにあるんですけれどもそこで自宅のカラオケでアニメの歌を歌ったりとか まあ楽しい思い出もいっぱいありますけれども、やっぱり申し訳なかったと思っています。漫画っていうのはやっぱり才能が必要だと思います。どんなに頑張ったって無理な人には無理なんですよね。まあ泣き言を言ってもしょうがないんですけれども、この方がその後どうなったかっていうのが一切情報がないんですよね。当時の方が何かの間違いでこの動画見ていただけたとしたら、もう当時のこと本当に謝ります。ごめんなさい。 それではこれで仕事場を49箇所変えたシリーズの第13回目を終わります。